ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。165系パノラマエクスプレスアルプス6両セットを走らせます。加藤生です。実車の紹介をします。 JR 発足を目前に控えた1987年の3月、当時の国鉄東京西鉄道管理局の手により、欧風展望電車パノラマエクスプレスアルプスが誕生しました。中央本線は大分線といった車窓風景の優れた路線での使用が中心となることから、運転台を2階に上げた前面展望室やラウンジの設置、側面窓の拡大など車窓から眺めを最大限に設置したほか、特急グリーン車をはるかにしのぐ1350ミリのシートピッチ、座席間隔のことですね、や、レッグレスト、肘付きの特大のシートなど、特急線にも使われており、雪山をイメージしたアイボリーホワイトのボディも爽やかになっています。団体列車や季節臨時列車で活躍していました。色時計なんですけれども、165系パノラマエクスプレスアルプスの特徴設定です。で、カプラーが、カプオカプラー N というのを使っています。で、先頭車両には、ヘッドライト、テールライトが点灯するようになっています。オプションは、室内灯セットですとか、あと KD カプラーが、オプションとして用意されています。でもこれは、標準装備のまま走らせています。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。